ウォース、ありがとうございます。いやいやいや、やってまいりました。アイライのスペクトラ、ね、ついに運転ここでございます。やばいよね。もうさ、あの MV の2日、公開してからもう2日ぐらい経つんだけどさ、もう300万再生ですよ。まあね、そんな興奮のともにですね、今ね、もうお決まりの、もうお決まりのもう公演からね、撮影してるんだけども、待ちに待ったさ、スペクトラをリアクションしていきます。まあ、そんな感じで、ちょっと見ていきます。皆さん、ミュージックスターティン。おお。ちょ、待って。待って。え？生きてる？きょうちゃん、生きてる？ねえ。投資してるってみんなどういうこと？で、なんか、タジがリンゴを拾ってるよ。なにこれ？待って、このリンゴってさ、あれだよね、伝説のリキ・リヒトのロケ中のやつだよね。このリンゴを回収して、もしかして ストーリーが繋がってるってこと？リンゴの花言葉は、誘惑って意味だそうです。わ、始まった。おいおいかっこよっ、うん、うわやばい。いや、イントロ半端なくない？マジで。いや、今回のさ、この作曲家さんっていうのがフセインボーイズさんっていう、もう韓国でもめちゃ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 すごい作曲さんで、もう D-ON-1 もう J-ON-1 ANI もうもちろんもういろんな N-HYPHENさんとかもう超有名なアーティストの手を挙げてる作曲さんなんですよ。そしてあともう一人いて、アンドレス・モーハンさん、それはもうジャニーズでもうキスマイフットとかもうとにかく有名な方を手を挙げてるもう作曲家なんで、めちゃめちゃかっこいい。そして今回西さんも作詞手掛けてるんだって。ラップの部分かっこよくね。え、これ何、ひろとくんが考えたってことなの？やばいじゃん。ちょ、もう一回聞こうぜ。見ていこう。いやー、このイントロが半端ない。振りも超かっこいいんだよ。トゥントゥントゥルトゥントゥンパーンって。いやーい、うん、え、待ってちょっと待って、これリヒト、もしかしてトゥルル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 ル
サンダーブロンバーグいや、たくみティオアッケザメン、うわー、ちょっと待って、ここでフェンファン君召喚ですか。いや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 、来ました。もうあとドスコイのラップからの、そっからフェンファン君のあの妖艶のこの音色、一気に曲調が変わるっていう、いや素晴らしいっすね。やっぱ巷では NCT に似てるんじゃないかって言われてるんですけども、あのね、やっぱ INI は INI の良さがあるんですよ。これわかるわかる、これもうヒップホップ調からのフェンファン君のこの上品なこの曲の入り、このミックスのコラボレーション、あーちょっとやばい。とにかくもう独自のスタイルを発掘している INI の曲調、これがもう最大限に出てるこの曲が半端ないっすね。うわ、うちょっと待って、きょうちゃんごめん、いつもきょうちゃんでストップしてる俺なんだけど、今回ジンのビジュアルがもうドリーンだよね。もう我々ねディーンってもうどこまで行くんですかっていう、もう天井人のような感じでさ、めちゃめちゃ綺麗。いやさ、俺ちょっとさ、ちょっと語らせて。実は俺ね、オーディション番組でさ、ジン初めて見た時、なんだこの美形はって、男の子でしかも俺の3個下でこんなイケメンが日本にいたのっていう、なんかね、名前も分かんなかったんだけど、唯一も目が引いて驚いたのがジンだったんですよ。で、いやなんかこの人スーパースターになるんちゃうみたいな、ずっとなんかダンス踊ってる時も、うん、歌歌ってる時もパフォーマンスしてる時もすごく目がいっちゃうんですよね。あのなんか、あ、天性のスーパースターってこういうことなんだなっていう、やっぱ MJ って言ってる通り、もうマイケル・ジャクソンのなんかそのスーパースターの蘇生がもうだから
入ってたんですよ。でそっからの今このプロの手掛けでやっぱデビューしてから1年間の集大成でこのビズの進化具合ですよ。やばいやばい、いやいいね、さすがもうビビ国宝ランキングですよ。待って、そしてお待たせし、はいはい、そしてお待たせしました、きょうちゃん。うわー、速度は君はいた、いやもう透き通るね、いやほんとこれもう透き通ります、この声、うん、うわ、ユラディー、かっけ、シナー、うおー、ユダ、やば、かっきょうすぎる、強く、あ、今回冬仕様になってるね、12月仕様、かっけー、せ、うわ、え、待って待って待って、ここさ、このダンスの既視感ですよ、ここわかる、これ、いやーちょっとこれみんな問題、このシーンどっかで見覚えない、これさあれだよね、無限大のさあの中曽根先生がさあの A と B お前らちょっとダンスバトルせえやっつってあのシーンをちょっと再現したんじゃないじゃないの、え、エモいね、ダンスバトル、うん、タジ軍とマサヤ軍無限大やん、かっこ、いやエモいですね、やっぱデビューからの1年だからさ、今までのこのストーリーを存分に詰め込んでる MV なんですね、これね、いやかっけー、2ステップ3ステップ、ワイナーワイナー、大好き、ワンステップライナー、ツーステップライナーって、いやもうケンちゃん混ざりたい、もうライナーでいいからちょっと混ざらせてください、ワンステップライナー、ツーステップライナーって、いや鬼かっこいいっすね。でしかもこの MV さ、これロケティアのロケ地とかやってるんですよね確か、いや MV 鬼かっこよくない、おー、ボンバーダーの炎でしょこれ、ま、待って、この雄大、何この唇ぷっくり、とにかくなんかあの柔らかい、人間ってさ人相出るんだよ、優しい人は本当に優しい顔なんだけど、もう何この唇、もう超優しい、やっぱ優しいからこそこの唇、うわっ、包みたいね、うーん、脇も綺麗だし、パーフェクトヒューマンやん、うわー、たくみさん、たくみさんの後ろのバイク乗ってこうやって高速道路を ETC 通過したい、いやーニューステップやべえ、パッ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 、また強く、えい、ぷわ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 、ねねね、いやかっこいい、ヒップホップですよ、でこっから妖艶なこの曲調にバッて切り替わる、もういい足出してますよね、やっぱ一人一人さもう個性がもう、あ、え、あ、高巻、うわー、この音色ちょっともう一回聞こうぜ、これやばい、マジやられる、やばいっすね、もうきょうちゃんと、あのきょうちゃんのあのもう透き通る声と、そしてもうひろとくんのバンバンラスチャーンってもうヒップホップ調のこの混ざりですよ、爽やかさとこの力強さのバゴンバゴンって融合、心臓半端ないねこれ、すげえ、超かっけえ
おー、ボンバーダーのこの炎の演出ですよね、これ。パッ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 。いや、パッ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 。あー、やっぱもう最後にマスターさんがあーんって締めるんだな、これ。とりあえずこのあーんって最後の振りかっこいいね。うーん、 INI も今回の覚醒が多分テーマだと思うんだけども、こうやってジャーンって新しい扉をぶち壊すっていう、常識をぶち壊すってこういう意味だと思うんですよね。でしかも今回のあの MV がさ、かっこいいよね。ロケティアのあのロケ地も使用して、もボンバーダーとかパスワードとかさ、今回いろんな、いろんなさ、今まで使用してきたロケ地をさ採用してさ、多分ね、制作会社はディギペギかな、うん、ディギペギさんっていうね、韓国でもうめちゃめちゃ有名な制作会社なんですけど、もう超有名だよね。もうサイさん、ワナワン、N5、NCT、もうT-ON-1、JO-1、もうとにかくもう超もう MV 開始と言ったら誰っていう、もうディギペギでしょっていう、もう多分ディギペギさんだと思いますけどね。で今回の MV のちょっと MVP はね、いやごめんね、ちょっとキョウちゃん、多分ねこの動画多分キョウちゃんを見てると思うんだ。うん、キョウちゃんごめん、いつもキョウちゃん推しって言ってるんだけど、悪い、今回ちょっと雄大のあのぷっくり唇に僕目を奪われました。あーみたいなワンの振りだよねごめんねキョウちゃん、あーちょっと嫉妬するのはやばいわと思うんだけど、もちろんキョウちゃんも好きだから、うん、やっぱりさ箱押ししたいじゃん。うん、まあそんな感じでさ、うん、雄大の唇大優勝でございましたまあそんな感じで、うん、以上、村松健太、INI リアクション動画でした。いや、またね。あ、そして告知なんだけども、僕ね今月あの4トン、開催します。ありがとうございます。4トンビデオ通話のトークなんですけども、もしねあの4トン の, あのチケットがもう残りわずかとなっておりますんで、皆さんぜひあの12月17、18、4トンやるんで、詳しくはね僕の概要欄から、ぜひ、チェックして、チケットをチェックしてみてくださいね。うん、以上村松健太でした。あざした。